指導教諭とは、児童、生徒の教育、または幼児の保育を司り、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実、または保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う学校職員のことである。4月1日から施行。学校教育法には、明確には定義されていないときは、私立の幼稚園に例を見たが、 教頭には至らないが、実務的に教頭または主管教諭、主任教諭と同等の職務を執行する職会で、女性が統計的に多く、男性の場合は主事など、学校の設置者ごとに様々な内部故障を使用していた。私立学校は公立学校と異なって、学校法人などの学校の設置者ごとに職員を採用する。そのため、教育委員会の事務局や、 地方公共団体の庁が所管する部局に、教職員を管理する部門はなく、敵に内部故障職位があった。公立学校の事例では、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事や保健主事など公務を分担する主任を、兵庫県や京都府では、教務部長、生徒指導部長、進路指導部長や保健部長といった部長を称させていた。大阪府では、 専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る指導教諭という役職をかつてから置いていた。ありがとうございます。